マアさん、最後のオンラインありがとう。ありがとうございます。マシカさん、ありがとうございます。最後の話から笑ってくれてありがとう。こちらこそありがとう。寒いんでお布団かぶります。これミッフィーなの。ゆいかちゃん、はるたんと出会えた人生幸せ、ありがとう。ありがとう。もっと話したかったって。そうだね、話したかったね。なんか喋ってるとなんか寂しいねとこうしみじみしちゃってさ、終わったらなんかもうちょっと話したかったなってなるよね。川前さん、ありがとうございます。はるたん、話してくれて感謝。みももりちゅうさん、ありがとうございます。ふみなちゃん、はるちゃん今日プレゼント送ってよ、届きますように。ありがとう。ガッサンさん、3日間ありがとうございましたと。ありがとうございます。エリ君、ありがとうございます。いやー本当になんかね、なんだかね、今もなお不思議な気持ちなんですけど、なんかまあこの3日間だけじゃなくて、もちろんもう約10年分のこう記憶がある分、なんかそれだけの記憶ある、あるなら今後も頑張れそうだなって思う。ワイタンさん、ありがとうございます。今までありがとう。コータンさん、ありがとうございます。今までありがとうってのがやばいよね。なんかね、その文字が文字がもうやばいよね。うん、勇者おしっこさん、タワーいただきました。 HKT のありがとう。私は HKT だからねっつって言うから、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。キラン、よかよか。キヨチンさん、ありがとうございます。アムルテツタンタンさん、ありがとうございます。あ、ヨウスケさん、まだ実感ないんだけどタワーをいただきました。まだ実感ないんだけどタワーをいただきました。ありがとうございます。ありがとう。まだ実感ないんだけどタワー、 HKT48 タワーと、まあ、実感ないんだけどタワーいただきました。ありがとうございます。卒業公演2時申し込みしましたと。始まってるんですよね。そうです、そうです。なので皆さんぜひご予定合う方とか、まあ来られそうな皆様、よかったら来てください。アッキーザラ大好きマンさん、ありがとうございます。まあちょっとね、こうね、なんていうかね、本当に終わってしまいましたね。3日間あっという間でした。本当にあっという間でした。ハルタン、 I miss you。 あ、 Thank you。 特に今日とか、ま、物理的に今日は夕方からだったのでそう感じたのかもしれないんだけど、本当に早かったですね。うん、でもまあ本当悔いはないなって思う。なんだろう、なんていうか、いや寂しいんだけど、寂しいとその悔いが残ってるのって全然違うなって思って、うん、皆さんとお話ししてても本当楽しかったなって記憶だけでね、ただ寂しかったわ終わるってなったらもう本当にそう、うん、ねえ、楽しかったわ。魂抜けてる感じするでしょ。全然頭回ってないパターンだよこれは。やばいね。ちょっとあんまね長くはできないんですけれど、ちょっとお話ししていけたらいいなって思います。傘帽子の翔太さん、ハルタンとの日々すべてが宝物、ありがとう。ありがとう、嬉しい。なんか幸せをありがとうとかさ、生きがいだったとか言っ
ってくださると、なんか私もそうだったなって思うもん。あ、博多ひろたんさん、カルタンは永遠の牛、 HKT タワーいただきました、ありがとうございます。花火も上がってますねありがとう、ありがとう HKT48、 ありがとうね。わー、次は声も虹も申し込みましたと、ありがとう、今までありがとう。コウタンタンさん、あ、言ったかなありがとうございます。なんかこう、なんか出会えてよかったって言ってもらえたりとかさ、そのアルタンが頑張ってたから頑張れたとか、こうなんか自分、これ本当にね、本当によく感じるんですけど、最近なんか自分が思ってるより何倍もこういろんな方に影響力って与えられてたのかなって思うんですよね。あ、グミナちゃん、はるちゃん、私もはるちゃんを教えて楽しかったわーをいただきました、ありがとう、ありがとう、楽しかったわーだよ、たわ、ただのたわじゃないか、楽しかったわー、ありがとうなんかだからそれすごいなーと思って、私はさ、こうなんていうのかね、まあアイドルではあるとは思うんですけど、なんか私の感覚的になんか自分めっちゃアイドルっていう感覚よりは、本当に自分のなんかまあやりたいことやって、みんなが喜んでくれるかなと思うことをやって、うん、なんて言ったらいいんだろう、なんかもうまあアイドルとファンの皆さんかもしれなかったんだけど、なんかそれよりなんか同じなんか人間のような距離感だったなって思う。なんていうの、同じ人間なんだけど、もちろんそうなんだけど、なんかもっとなんかそんなに遠い距離にいなかった気がする、ずっと心の問題的に、感覚的に。ゆうさん、まだ涙が止まりません、なんか寂しいな、なんか一生、みんなこんなさ寂しさをさ抱えて卒業していったの、みんなやばくない、まあ、もちろん芸能をね続けてる方もいるけど、なんかやっぱ違うもんね、うん、なんかね、うん、なっぺさん、ありがとうございます、お疲れ様だ、お疲れ様です、神だよ、同じ人間じゃないよ、あ、そうやった急にあ、そうやった結構私アクスとかあんまり本当素でしかなかったんですよね。なんかまあでもいいように見られたいなとか思う気持ちもやっぱアイドルとかあるけど、なんかそのことよりはなんか結構楽しく話す方とかのが優先しちゃってたかもしれない。それがいいか悪いか分かんないけど、私は私というか上のはるかだからできた会話とかももしかしてあったのかなって思ったりもしますね。博多ならならさん、はるた今までありがとう、ありがとう、中地さん、ありがとうございます、りょうさん、はるたに出会えて幸せ、ありがとう、タワーいただきました、ありがとう、幸せタワーか、これはありがとうございます、嬉しい、ありがとう、 HKT48 幸せなんかありがとうございます、嬉しい、なんか私
か本人だからわからないんだけど、そう、私の第一印象とかイメージってどういうのなんだろうなって、まあ、よく思ったりするけど、やっぱ分かんなくて自分じゃ。でもさ、握手で「はるた意外と話しやすいんだ」とか「はるた意外となんとかかん」とかだねみたいな結構言われることも少なくはなかったんですよね。多いわけでもなかったけど割と言われることが多くて、だからなんかよりこう握手でもっとね仲良くなってとか友達だけなんかすいません、なんか仲良くなって話せてさ、なんかその人その人のなんかノリというか会話というかがやっぱ確かにあるので、そこにはそうなるとやっぱ思い出がありすぎて、うん、それだけで今後ねなんか困った時とか思い出して元気もらえそうな気がする。若さん、はるたありがとう、ありがとう。まあでも結果的になんか話せるだけでいいんだなってお、そう、内容とかもまあ大事かもしれないけど、もちろん大事だけど、なんかそれ以前になんかねこう直接話せる会話できるのってなんか本当にすごいすごいことやなって思う。しよう、なんか私と話せて元気もらうてくれるんやって、お話すだけでなんか明日とかまた頑張ろうって思ってくれるんやって思ったら、なんかすごすぎって思っちゃうんですよ。なんかなんだろう、そういう職業だっていう実感ってやっぱなくて、は当の本人ってなんかそんな大それたことできてないって思ってるんですよ。私だけかもしれないんですけど、なんかそうだから、うん、なんか言ってもらえるとなんか嘘みたいな気持ちになるくらいすごい嬉しいね。え、すごいたくさんありがとう。ん？タワーもう一手来てるよ。見落としてしまってました、すみません。どなたでしょう。あ、ヤンタクさん、 HKT 人生悔いはなしタワーをいただきました。ありがとうございます。だから HKT のやつなのかな、ありがとう。悔いなしと、うん、わかる、マジで本当にそう。結構ね、こう今のこのスパンこうラストスパートになってで、ようやく実感が湧いてきちゃいました。もうね、ギリギリ湧いてくるのやめてほしいね。なんならさ、もうそんなさ寂しいじゃない、そんな、 なんか実感とかしちゃったらさ、当日まで時間少しでも来ない方がまだ悲しくならずに済むじゃない。あと5日だね、私 HKT でいられるのあと5日なんですか。え、なんか街中で私 HKT ですって言いながら歩こうかな。違うんですよ。どうしよう、なんかもう、なんか寝るのがもったいなく感じるのよ最近。本当に寝ていいのかなって思う。なんかやることないっけなって思うんですよね、なんか急に。とかこう何もしてない時間が、何もしてない時間っていうか、なんていうの、例えばなんかちょっと音楽聴きながらぼーっとしてる時とか、5分ぐらいよ、5分も経たないぐらい、それでもなんか、なんか今こんな音楽聴きながらぼーっとしてていいんかなって、5分もう経たないうちにでも思っちゃうんです、感覚的に。どうしようって思って、まあどうしようって言っても仕方ないんだけど、へーって思うし、
なんかやらないといけないことなかったかなとか思うんですよね。福岡の中心で HKT ですと叫ぶ、世界の中心で愛を叫ぶ的なやつですね。知ってましたね。こう合ってるか分かんないけど、そういうやつがあるってのはね、知ってました。あーやばい、どうしようどうしよう。まあでも、もうその日を迎えるのみなのかね、やっぱ残されてるのは。マックタンタンさん、あんたありがとう、ありがとう、嬉しい。正解、あ正解やっぱり。でもね、なんだかにせやかて、なんかどうしたらいいかね、わかんないんだよね。あと5日か。でも私がのその HKT としての活動で残されてるのはあとその本当にその26日しかないんですよ。今3日間オンライン握手会やって、あとはもう26日のメンバーだけじゃなくて、うちのそう出演メンバー決まったっていうのを今頭の中で読んでたから、じゃあ口の公演だけなんですよ。なんか何かしてないとなんかいても立ってもいられない感覚になりそう、わかんないけど。こう事務所に行く機会っていうのはまあ何回か2回ぐらいあるんだけど、だとしてもね。うん、古川さんありがとうございます。あー誰もいただきます、ありがとうございます。コウメさんありがとうございます。なんか落ち着かないんですよね。なんかもう何からしたらいいのかっていう感じ、追いつかないですね気持ちがね。もうお風呂とか入っててもなんか今お風呂入ってていいんかなとか思うし、あのベッド行っても、今寝ていいんかなとか思うし、なんか YouTube とか今じゃないよなとか思うし、見たいドラマ、あ真犯人フラグ昨日か、結構毎週割とフールとかで見直して見てるんですけど、それもなんかなんか見ていいんかその1時間いいのよ、いいんだけど、なんか分かんないんだけどそう思っちゃうんですよね。思っちゃって、でちゃんと大丈夫だよねって頭で理解してからじゃないとなんか安心できなくて。うん、想像が止まらん。しんたんたんさんありがとうございます。見る見ない、どっち。なっちゃんが昨日さお風呂なんか入る入らないどっちみたいなさツイートしてた時さ、本当もろーってなんかなっちゃんのさあれってさなんかね本当ドツボなんですよね私。みんなまあ気づいてるとは思うけど、いやめちゃくちゃ面白いよね。何なんだろうね。お疲れ様です、 ありがとうございます。ちょっと待って、なんかねどうする。えはるたんってムクエナのムクちゃんに似てるって言われない、すいませんちょっと初めてお聞き、ムクエナちゃん、ムクエナのムクちゃん、ちょっと調べてみよう。
初めて振りました。ムクさんですか、ムクちゃんさんですか。うん、ハルタにとっても絶対今までで一番いい期間、最高の機会になるといいなと思ってく、ありがとうねえ。明日22でしょ、もともとね明日だったけどね、22で、そうね、うん、明日23でしょ、ああ明日22でしょ、22、23、24、25、26、22、23、24、25、26ってことはあと今日寝る、今日寝る、明日、明後日、しあさって、しあさっての次、あ、待って、今日を寝て、21、22、23、24、25、あと5回寝たら、あと5回寝たら、次、あと5回寝たら、5回わかんない。5回だよね、5回、5回寝るとだよね。4回今日21、今日明日、明後日、しあさって、こうだよね、あれ、そうだよね、5回寝たらなん、なんか、わかんない、あー寝なきゃいいのか、確かに寝る前寝ていいんかなと思うぐらいだもんね、寝なきゃいいのか。わっ、トタタンタンさんたくさんありがとう、みんなでオールしたら一生来ないよ26 いつかオールすごい、人間として保ってなれるんかって、それなんかどうなるんだろうね、人って寝なかったら。でも寝ちゃうよね多分ね、すごいよねそう考えたら、寝るっていうあれには勝てないんだ、ね、確かになんかあんま時間進んでほしくないよね、なんかちょっと休めばいいのにね、時間進むのね。オールしたことあるってあります あるんですけど、私やっぱね、いやこう人間多分そうだと思うんですけど、オールした時やっぱ違いますよね、なんか10分寝るとか、その少し寝る方がきつく感じるんだけど、そっちの方がやっぱ絶対いいよね、少しでも寝る方が。なんか割とついね、先週ぐらいなんか一回オールした時があったんですけど、でもなんかね、やっぱ違うよね。その後日中1時間が寝られる時があって寝たんですけど、やっぱそのね、違う、あ、もうね違うよね、なんかやっぱね。オールした後は座ったらアウトだった記憶、確かに。そのオールした朝とかまだ元気なんですけど、その後とかよね、なんかとんでもないよね多分ね、うん、でそのオールってさ、でもあれだよね、まあ、言うてしまえば2日間起きてるってことだもんね、2日目の夜寝るからね。私ね、多分寝ないとね、少しでも寝ないとね、ダメなタイプだね。それはみんな人間そうなんだけどね、人間みんなそうなんだけどって思う。
やっぱ規則正しい生活が一番だよね。結局はね、仕方ない時はまあ仕方ないけど、人間やっぱそういう時もあるから。ミノルタンタンさんありがとうございます。ちょっとね、ハルタン規則正しいイメージ全くないって。マジマジですか。うん、正しくないね。確かにめっちゃまちまち。やっぱね、この職業してるとやっぱねえ、多分職業によってあのね、そういう方もいらっしゃると思うけど、私もねやっぱそういうタイプなんですよね。やっぱ規則正しくない感じはする。うん、あ、結婚して、ハルタン結婚してありがとうあれ、あ、ありがとうございます。ここにある卵の化粧水でどうでしょうか。近くにある卒業したら規則正しい生活になりそう。そう祈ってるけどね。うん、なんとかそう祈っております。ちょっともうそろそろでね終わると思ってるんですけど、皆さん質問ないですか。2日間徹夜したことあるけどすんごいきつかったって古川さん。いやー、きついですよね多分ね。2日間ってなんか人間じゃなくなりそうなくらいはありますよね。結婚してアブサンタンさん、じゃあここにあるメガネと縦メガネとゆかちゃん、ハルタに出会えた奇跡に大感謝とありがとう。じゃあシナモンの羽ピンどうでしょうか。さやかがくれたやつだ。何食べますか。夜はプロテインでしたね。キキちゃんさん結婚して、シナモンの串はどうでしょう。ファンの方にいただきました。シンタンタンさん結婚してと。目の前にある黒身のハンガー。高新囚人さんありがとうございます。あれ結婚したいとよ。じゃあここにあるディフューザーでどうでしょうかの、木の棒の一本、真央さん結婚したいと。じゃあその隣の棒明日配信しますか。したいなって思ってます。夜とかできたらいいなって思ってます。ガッサンさん結婚してと。じゃあ星と星座の小学館の図鑑重め。ワイタンさん超快適マスク。ハヤトさん今なんかお辞儀してるシナモンのぬいぐるみ。スルタマタンタンさんカチューシャ。タタタンタンさん延長コード。ハルタ、すいません、あのバッテリーでした。ちょっと長らくはできなさそうです。充電器が近くになくて。ハルタのブルメガネと結婚アブサンタンさん2個目。じゃあもう一個のメガネうなっぺさん、床の線1本で、ここで品切れですね。ありがとうございます。ちょっと私の充電がちょっとやばいの。あ、つゆさん、そこで最後したかな。つゆさんとミロルタンタンさん最後した。つゆさん、じゃあ鏡、ミロルタンタンさんカーテンの左どうでしょうか。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。充電がやばいです、すいません。床の線あのね、床の線であみだくじとかできるのでその1本差し上げます。じゃあちょっと切れる前にランキングを発表したいと思います。1位博多ひよだんさん、
ハルトも永遠の牛、ありがとうございます。1位でタワーもありがとう。2位ふみなちゃん、ハルちゃんに会えて幸せな人生だ、ありがとう、タワーもありがとう。3位、陽介さん、それでは土曜日にタワーもありがとうございます、おめでとうございます。4位りょうさん、ありがたわ HKT48 幸せ、ありがとうございます、ありがたわ、ありがとう。5位勇者うしひこさん、ありがとうございます、タワーもありがとうございます。6位やんたくさん HKT、 あ、途中で切れてる、タワーもありがとうございます、多分 HKT 人生悔いなしだったよね、確かね、ありがとうございます。7位ボーダーさん、ありがとうございます。8位はるたんの家の家具と結婚します、キキちゃんさん、あ、どうぞよろしくお願いしますありがとう。9位今までありがとう、コウタンタンさん、ありがとうございます。10位ふなっぺさん、ありがとうございます。11位ただたんたんさん、今宵お話できて楽しかった、ありがとうございます。12位ワイタンさん、超快適マスクと結婚おめでとうございます。13位はるたんのブルーカーメガネと結婚、アウサンタンさん、ありがとう、あ、ブルーライトカット、ブルーカって言うんだ、ありがとうございます、パチパチパチ。ということで、本日もありがとうございます、たくさんね、ちょっとま長めのメールとかも送ってしまったのでよかったら見てください。以上、ご紹介したい、いいよ、ありがとうございました。なんかもっと話したような気もするけど、なんかあの何をするにしてもあのそわそわしちゃうんで、なんかもうどうしようもないです、仕方ない、あの寝るのを考えよう、ちょっとどうするか、来ちゃうから、うん、本当にありがとうございました。はい、それじゃあじゃんけんタイムいきたいと思います。いきますよ、最初はグーじゃんけんポン、チョキです。夏髪が起きる、また年を重ねてきっと思い出す、以上でございます、ピタ、ありがとうございました。ピースピース、愛子さんでした、愛子さんでした、ミラーボールもありがとうございます、すいません、あ、アルプス1万弱、小ヤギの上でアルペン踊りをさあ踊りましょう、ララ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 、ヘイ、今日はありがとう。よし、あ、小ヤギって言うんだ、小ヤギじゃないんだ、小ヤギの上で、あ、確かに小ヤギの上でアルペ踊りはやばいねすいません、あ、また勉強になったわ、ちょうどよかった、ありがとうございました。皆さんは小ヤギの上でアルペ踊りはしないようにしてください。以上以上、私からの教訓でした。それじゃあまた明日できたらしますね、ありがとうございました。てかあのね、本当にね、今日ね、あのイエーイ言えなかったやつだったバイバイイエーイでごまかします、小ヤギの上ではしないでください。以上、ありがとうございました。みんな暖かくして寝てください、体調には、引き続き気をつけて元気で過ごしてください。それじゃあママいるとかなんかいろいろやりますね、バイバーイ、おやすみなさい。手振ったら見えてないね、手がね